白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。すまんな。もう誰よ。はいはい、いるわよ。あら先生、ちょっと待ってて。どうすんのよ、この状況で開けられるわけないじゃない。もうなんでこんな時間まで寝ちゃってるわけ。私、うわ、服どこよ。肌着がない。もう、服の紐が引っかかって結べない。胸が、もう適当でいいわよ。大丈夫よ、大丈夫だから待っていて。待たせちゃったかしら。ごめんなさい先生。それで何のご用？そんなこといいじゃないの。早く話があるならしてくれない？私だって必死な思いでここまで出てきたんだから。いえ、あなたは悪くないわ。ただ今日が良くなかったというか、昨夜が良くなかったというか、じゃなくて結局用があるの？ないの？昨夜の人からなんて言ってたのかしら。でしょうね。私分かっていたわ。私どうせそうなるだろうと思ってふて寝していたんだもの。わざわざありがとう先生。もう用は終わりね。それじゃおやすみなさい。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。かつて大修道院を改修した際に仮の聖堂として使われていた建物です。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。聖教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。
お気遣いいただきどうも。ただしジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけでしばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。はい、お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客シャミア・ネーブラント。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方、楽団の方々も準備はよろしいですかな。それではお願いします。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。私はルーベン・クラッセかしら。独創的で驚かされたわ。私はヒルシュ・クラッセだ。あの身のこなし、非凡なものを感じた。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級はヒルシュクラッセに決定。やった。何がもらえるんでしたっけ。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。東海、前夜祭まであるとは。士官学校もお堅いだけじゃないんだな。私こういうの大好き。踊るのだけは得意なのよね。明日もご馳走が出るんだろ。おではそっちが楽しみだな。私もそっちだな。踊るとか歌うとかはどうにも苦手でさ。あら、踊るの楽しいわよ。舞踏会では同じ相手と何度も踊れないの。だから各学級のいい男を探して踊る相手をどっかへ引っかえ。なんだか不純。私は純粋に踊ることを楽しむつもりですからね。あの、私は見学で。そうはいかないわよ、マリアンヌちゃん。男子から誘われたら受けるのが礼儀なの。あの、誰を誘ってもいいんですよね。僕どうしようかな。明日だけはせいぜい良い夢を見たまえ、イグナーツ君。僕は女性からの誘いを受けねばならないから、相手を選ぶ暇などないかもしれないな。ローレンツは今だけ妄想で良い夢を見ていたまえ。ところで諸君、一つ提案があるんだ。先生も聞いてくれ。無謀かつ無責任な提案かもしれないが、5年後のこの日にまたみんなで大修道院に集まらないか。それって同窓会ってやつだよな。5年後というとガルグマクの千年祭の年ですね。千年祭はこれまでにないような大きな祭典になると聞いていますよ。なるほど。それなら千年祭にかこつけて集まりやすいかもしれないわね。
ああ、僕は新たな名手としてレア様にお祝いを述べに来ているかもしれない。それはないと思いますけど。先生はどうだ？5年経ってもここで教師をやってるなんてのは想像しづらいが、どこにいようとヒルシクラッセの可愛い生徒たちのために駆けつけてくれるよな。そこは先生絶対行くと約束するとこだろ。先生が来るならみんな来るって。今から楽しみですね。5年も経てばみんな大人っぽくなってるでしょうし。あ、先生、ジェラルト師匠も誘っといてね。立派に成長した弟子の姿を見せたいから。じゃあそういうことで、クロード君、決まりでいいんじゃない？よし、じゃあ絶対に覚えておいてくれ。5年後のこの日、大修道院でまた会おう。忘れんなよ先生、俺たちは必ずここで再会するんだ。じゃあ逃げ出してきたのか。ま、随分ともみくちゃにされておったからな。人気者の先生はつらいの。人気者ということは否定せんのじゃな。さすがはお主よ。してどこへ逃げ出すつもりじゃ。修道院の中はどこも浮かれた生徒で。なるほど、女神の塔というわけじゃな。一人ですよね。まさか誰かと待ち合わせもしてませんよね。やっぱりね、そうだと思ったんですよね。もちろんこの塔の伝説を知っててここに来たわけでもありませんよね。精神の説、ここガルグマク大修道院で盛大に舞踏会が催される夜、女神の塔で未婚の男女が仰せし将来の誓いを立てたならば、その誓いは女神の加護を受け必ずや成就するであろうってことらしいの。生徒の間では有名な話なんですよ。私も何人かの男の子に一緒に行こうって誘われたんですけど。そうなんです。だって誘いを受けちゃったら将来を誓っちゃうことになるんですよ。ただの伝説とはいえ、さすがのヒルダちゃんも慎重になっちゃいますよね。中にはそこそこかっこよくて家柄のいい子もいたんですけど、そういう外側だけの情報じゃその人の本質ってわからないでしょ。私が添い遂げる相手は中身までかっこよくないと困りますから。
なんてこと考えながら歩いてたら先生を見かけて追いかけてきたんです。先生ならいいかなって冗談ですよ冗談。先生が誰かと一緒だったら覗いちゃおうって思っただけです。もう先生がどうしても私と誓いを立てたいって言うなら考えてあげなくもないですけど。ちょっと明日じゃ意味ないんですけど。あ、下でみんなが先生のこと探してましたよ。女の子たちも意外と隅に置けませんよね先生。どうせ自分では気づいてないんでしょ。じゃあそういうことで早く降りてきてくださいね。先生と一緒にいたとこ女神様はちゃんと見てたかな。みんな楽しそうじゃの。お主はもう踊らぬのか。そうか、つまらぬやつじゃ。わしに体があれば限界まで歌って踊るというのにな。おや、お主と同じく見守るだけで良いものがあそこにもおるの。うん、わしは退屈じゃ、後を追わぬか。えい、さっさと行け。お主もあの者の真意が気になると言うておったではないか。ん？かすかに歌が聞こえるような、あちらからじゃな。私が誰かに歌って聞かせていた。これは私が作った歌。いや、そのようなことあるはずが、仮にそうだとしてなぜあの者が知っておる。まさか。いかん、急に眠気が。なんじゃ、お主もか。とく寝床へ。団長どこです。団長を見なかったか。仕方ない、貴殿だけでも。戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね。当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから、正気ではなかったのかもしれん。で、それより推刻のち、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。
確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。魔獣がキャー、誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。いつでも行けます。ぼちぼち動くか。焦らず戦おう。私ですか。どうするんだ。お手に行かせてくれよ。私に任せてください。さあ参りましょう。私ですか。石みてえなもんが。動きが違う。役に立てるってもんだ。
だ、どーんと来いだ。やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。ございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。ちょっと不安ですが。よかった。問題ねえな。怖かったよ。絶対お礼しますから。いけるか。無理はすんなよ。ルミール村の時も思ったが、随分と指揮が上手くなってるじゃねえか。俺も指示してもらえばよかったかもな。
機を待ってた。セリア、悪いが俺の勝ちだ。成長の手応えありだ。冴えているな。すみません、危ないところでした。助かった。ありがとうございました。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はい。果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。ジェラルトの部屋か。お主まだ泣いておるのか。時を戻す力をもってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。さもあらん、あの邪悪なる者たちの手でジェラルトの運命は曲げられたのじゃ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその玉の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。見よ、これはお主が生まれる前じゃろ。随分と前から書いておったのじゃな。ん？そこを読んでみよ。1159年、角弓の説。角弓の説、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。角弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると
脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。飛竜の節、二の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節、八の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とするとん、誰か来たようじゃ。やはりここにいたか。よもやジェラルト殿が。我が団長がこのようなことになろうとはな。あのお方は貴殿のことを何よりも大事に思っておいでだった。不器用な方だったからな。貴殿への愛情を直接伝えるのは照れくさかったのだろう。こうなった以上、今後はこのアロイスが団長に代わり貴殿を守ると約束するぞ。すまぬ、このような時に長話などするものではないな。レア様が貴殿を呼んでおられる。それを伝えに来たのだ。ではまたな。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後でゆるりと読むがよかろう。じゃがそうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのはおそらくは。待っていましたよ、誇り高き騎士を失ったこと。私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルトは、ある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 とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルトは王国の兵士でした。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ、子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。レア様、急ぎお耳に入れたきことが周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。いいですね、